モリエモンチャはいえはい、ハ、え、ロー y o u t u b e、えー、今日はですねえー、皆さんにおすすめする、えー、漫画じゃなくてあの字が書いてある本の方、えー、おすすめ本をちょっとそんなにあのたくさんはないんですけれどもお話を、えー、していきたいなと思っております。 まず一つ目はですね、まあ私も旧知のですね、中森明夫さんというですね、アイドル評論家だったりとか、サッカーをやられている方がいらっしゃるんですけど、まあまあ結構年齢上のお方なので、最近の人はあんまり知らないかもしれないですけど、まあ当然これペンネームで中森明夫さんはもちろん中森明奈から取ってる名前なんですけれども、まあおっさんです。あの中身は <laughs>。 アキナさんとかでは全然ないんですけど、中村昭夫さんが久しぶりにあの小説を書かれたということで、ぜひ読んでくださいということで、おすすめいただきまして、Try 48っていう本で、まあ実はですね、僕7割方しか読んでないんですけど、結構面白かったんで、おすすめしたいと思います。えー、これはですね、あの、まあ皆さんご存知かどうか知らないですけども、寺山修司さんというですね、えー、劇作家の方がいらっしゃいましてですね、まあ、 僕ぐらいの世代の、えー、演劇とかが好きな人たちは、まあ大体みんな知らなきゃいけないぐらいな感じの、えー、方なんですけれども、もうとっくの昔にあの40代で観光編かなんかで亡くなられてるんで、あのー、も僕も見たこともあったこともないですけども、えー、劇団天井桟敷っていう劇団を運営されていて、まあ かなななり前衛的なアングラ劇団とと言われているようなところですね、まあ、その寺山修司さんも亡くなられた寺山修司さんが現代に生き残っていてもう今80代生き残ってたら80代なんですけども80代になってアイドルをプロデュースするっていうそれで t r エ4 8なんですけれども、えー、ストーリー的に言うと、えー、AKB48 の「の、えー「 ビデオの撮影、PV の撮影です。PV とか MV ですね。の撮影って結構二長美香さんとかですね、いろんな人たちにあの頼んで結構バズるビデオを作っていることで有名なんですけれども、それを寺山修司のチームに、えー、秋元さんが頼んだら断って、それでなんか断ったのか断られたっちょっと忘れましたけれども、まあ秋元さんと揉めて、俺はもうじゃあもうアイドルグループ作るわって言ってトライ48を作ったっていう、 まあ、それに応募する女子高生のが主人公なんですけど、の話なんですけど、本当もう、アングラサブカル何でもありみたいな、あの、ちょっとネタバレになっちゃうんで、あんまり言えないんですけど、まあ、めちゃくちゃですね。もう現代こんなこと許されんのみたいな感じなんですけれども、いや、でもね、あの、もともとその天井桟敷の、えー、 なんかそのライブハウスみたいなのは僕がその会社やってた渋谷のですね並木橋の近くにあったりあここの地下にあったんだとかですねあのその後そのアジトみたいなところは、えー、アゾフ10番に移転してですねまあそれもあの舞台の中に出てくるんですけどもまあまあとにかく寺山修司さんという人は面接に来たというかその彼のねショー えー、捨ててまじい出ようみたいな有名なセリフあると思いますけれどもまあそれとかですねいろんな作詞なんかもやったりとかしてカルメンマキさんとか知らないと思いますけどまあ彼の書いた詩で、えーまあ、紅白に出たりとかですねまあいろんな本当にあの劇作家にとどまらずですねいろんな活動をされていたあの非常に有名なあのなかなか変わった方なんで寺山修司さんが もし現代に生き残っていて、えー、そして80代でアイドルグループをプロデュースしたらこんなとんでもないことになるんじゃないかっていう小説です。さすが中森明夫さんっていうあの舞台感というか、何というか、あ、確かに寺山修司こういうこと言いそうだなみたいな。なんかそういう、まあ現代で役者とかやってる人とかは一応、まあ今のもう本当に 2.5事件の舞台とかやってる人たちからするととんでもない世界かもしれませんけれどもあの見るのめちゃくちゃあの面白いと思いますのでぜひ見てくださいはい次にですねええー、最近読んだのは流れ山がすごいっていうですね流れ山がすごいって本当その通りなんですけどこれはですねもう本当1970年代ぐらいですかね70年代に えー、もうその頃って JR がまだ国鉄で、えー、非常に非効率な経営をしていてもう鉄道ってもうダメだよねオワコンだよねこれから自動車だよねって言ってた時代にですね、えー、筑波新線プロジェクトが始まるわけですね要は筑波研究学園都市ができるんでそこに鉄道を作ろうみたいな、えー、機運が高まるんですけれどもまあ当時の国土交通省の前身運輸省ですねはあの鉄道の新線建設にはもちろん ネガティブなわけです。鉄道なんか非効率でどうしようもねえだらあの国鉄はみたいな感じだったところに新鮮プロジェクトが立ち上がり、えー、地元のその当時の流山市長が、首相だったえ田中角栄さんに直談判して、鉄道の線路流山市を通るルートにしてくれということで頑張って誘致をした。 路線なんですけれども、そこの一番真ん中にある駅が流山大鷹の森駅っていうところがあるんですけれども、まあ某、この後あの紹介するですね、タワマン文学みたいな、麻布競馬場さんっていう人が、あの、作った本があるんですけれども、書いた本があるんですけど、それにも出てくる、ちょっとディスられ気味のですね、流山大鷹の森。でも、あの、日本一子育てに向いた街というふうに言われている流山ですけれども、 えー、こちらをどのようにその、えー、市長さんとか市議さんとか町の人たちが変えていって魅力的な町にしたのかということが、えー、書いてある本ですね。えー、なるほどなとまあもともと流山大高の森駅も流山中央駅という名前になる予定だったらしいんですけれどもそれを大高の森駅にしたりとかですね 二子玉川ってまあね結構、まあ、あの都心から近いおしゃれな町え住みやすい町ランキングによく出てくる二子玉川から、えー、ショッピングセンターを誘致してみたりとかあの子育てを支援するために、えー、その流れ山大鷹の森駅に行くとですね育児ステーションがあってそこまで子連れで行って預けると自動的に保育所まで、えー、保育園までですね、えー、送迎してくれると帰ってきた時もそこでちょっとぐらい残業で遅れてもですね えー、預かってくれてるとか、そういうような仕組みを作って、えー、子育て中のですね、カップルとかをですね、誘致して、日本一、その、まあ、子供たちが多い、非常に活気のある町を作ったんですけれども、これの秘密について、えー、レポート、これ実際にそこ,この町にたまたま住んでしまった、えー、この作者の方が、そこの町にたまたま住んで、えー、マンションに住んでるんで、 え、それで、えー、レポートしたということで、めちゃくちゃ、こう、地元感がある、いい、あの、本になっております。新書なんで、あの、すぐに読めるんで、ぜひ読んでみてください。そして次に、えー、ご紹介するのが、アラビア太郎。ね。前、あの、百田直樹さんとの、えー、私の対談で、ニュースピックスの対談でですね、あの、いや、百田さん、あの、 ね、いでみさんのですね、いでみつさの話書くんだったら、アラビア太郎の話もお願いしますよって言ったら、いや、もう俺、いでみつさ書いたからいいやって、おっしゃってたあのアラビア太郎ですね。アラビア太郎さんというのはもうこれ、史実の人物でですね、もともとですね、札幌農学校、今のね、北海道大学の前身である、あのね、えー、クラークさんのですね、先年を大将いだけのあの、ボーイズビーアンビシャスの大学ですけれども、あそこを出てですね、 え、いろんな商売を転々としてあげく、最終的に満州に渡って、南満州鉄道向けのですね、え、社員用の住宅をバンバン作ることで、財を、一財を成したんですけれども、日本が敗戦したことによって、え、まあ、一問なしとまでは言わないですけれども、中国本土に残していた会社全部、ゼロ査定になっちゃって、接収されちゃって終わっちゃったんですけれども、その後再起をして、サウジアラビアに渡り、 え、海底油田、世界最大の海底油田といわれるカフジ油田の権益を手にして、一発で掘り当てて、アラビア石油という会社を大成功させた立役者なんですけれども、日本人でこんなあのね、えー、石油を掘り当てた石油王がいるんだというような話なんですけれども、このアラビア太郎の生涯について、えー、書いてある、えー。これもですね、直木賞作家の方かな、えー杉,えー、杉森 えー、久秀さんという方が書かれた本で、非常に読みやすい新章というか文庫になってますんで、ぜひ、あの、読んでみてください。あとですね、最近まだこれ100%読んでないんですけど、60%ぐらいまでいったんです。結構長い本なんで、直立に二足歩行の人類史。人間を生き残らせた出来の悪い足というですね、えー、これもですね、えー、素晴らしい本で結構分厚いんですけれども、 人間がなんで二足歩行をするようになったのか。これをですね、本当にアウストラロピテクスとかですね、その、もう現人以前のですね、エンジンですね、類人縁とエンジンが分かれた頃からですね、人間の足の手足の形状がどのように変化していって、どうして人間は二足歩行をするようになって、どうしてこんなに知能が発達したのか。そういったところをですね、あの、本当にあの最新の アフリカ等かユーラシア大陸の人類の進化の歴史をちゃんとその発掘の発掘をして年代測定、放射線での年代測定とかそういったその骨のね化石になった骨の分析なんかを織り混ぜた形で最先端の知見を得られるそれもロジカルにその なんで二足歩行をするようになったのか、頭が良くなったのか、そういったことをですね、解き明かす本になっております。えー、これまでの常識が覆されるような事実もたくさん出てきておりますので、ぜひそういった方面に興味がある方はぜひ見てください。そしてですね、えー、最近の本ですと、この部屋から東京タワーは永遠に見えないということでですね、これはあの、以前ニュースピックスでこの顔出し NG の麻布競馬場所さんね、 この作者の方とお話をしましたけれども、いわゆるタワ,タワマン文学ってやつですねあの、ツイッターで連続形式でですね、田舎から冴えない男女が出てきてですね、東京で頑張って行こうとするが挫折をして、また田舎に戻って愚痴を垂れてると。 えー、いうところでですね。まあ、田舎に帰んない人もいるんですけれども、えー、結婚できなくて、えー、流山、先ほど出てきた流山大高の森に、えー、移住して幸せそうにしている後輩を横目に見ながら、私はシングル、シングルで、なんか一人で日曜日の夜、あの、家で酒とつまみを買ってきて、テレビを見ている惨めな私みたいなことを愚痴ってるような、あの、非常にあの、 田舎から出てきた、あの、東京に今在住している。だけれども、なんていうの自分が思ってた自分とは違うっていうふうに思ってる人たちが読むと、ホックソムというか、俺と一緒だと思いながらやったりとか、まあまあ成功してる人はバカだなこいつらみたいに、こう、なんかホ M、ホック M ようなことができるような、はい、あの、 作品になっております。えー、こちらも、えー、ぜひ、おすすめでございます。ということでですね、私が、えー、読んだ字が書いてある本で、おすすめの本でございました。ということで、いってらっしゃい プレーイターがふみのブログでは言えない話毎週メールマガジン出しております。僕のですね、皆さんの質問に対する答え全部答えております。ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円。だいたい1週間あたり220円で、1問あたり220円で必ず答えるということで、えー、ぜひ、行、えー、ってらっしょう。 雑談アプリでは月額1,500円でビジネスパーソンの音声聞き放題そして動画も見放題ということでらっしゃい